ケンマルさんがサボりすぎてしまいました。だからあいつがみんなに追いつくためにステージをこなしていく動画です。この編成はイカちゃんよっちゃんさんが考えた速攻編成です。本人に許可を取ったので最後に軽く説明して終わりにします。それでは最終ステージまで早送りします。あれ、最終ステージまで行かないみたいですね。ああ、あれは大狂乱の猫ライオンをレベル50にしていますね。まあいろいろと速攻でお世話になってますもんね。次こそ最終ステージまで早送りします。意外と早く行けましたね。じゃあこっからは解説も含めてお送りします。まず何もしないでお金を貯めます。テンイヌが出てきたらエクスプレスを出します。そのテンイヌをエクスプレスが処理したら大狂ライオンを出します。お金が貯まり次第覚醒ムートを出してください。あとは適当に大狂ライオンやエクスプレスを出せば勝てます。以上です。イカちゃんよっちゃんさんのチャンネルの URL は概要欄に貼っておきます。あと参考にさせていただいた動画も貼っておきます。大事な YouTube 仲間なのでそちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。今回の動画はどうでしたか？よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。